はい、私株式会社アルティマの梅村と申します。これから、ゲインスパン社製品 GS2000 シリーズの、説明を行います。これまで、ゲインスパン社は Wi-Fi のモジュールのみを扱ってまいりました。ただしこれからは実際のモジュールの中にあるデバイスの中に、Zigbee のファイを Wi-Fi のファイとコンボチップとして抱いたものが出てきます。それがこの GS2000 シリーズです。こういったハードウェアだけでなく、ゲインスパン社は Zigbee IP という最新のネットワーププロトコルもご用意します。なのでこちら後ろのスライドにあります通り、実際の Zigbee IP と、Wi-Fi のネットワークのブリッジのような役割をゲインスパンは果たすことができます。それによってより構成していただけるネットワークの幅が広がります。また更新だけではありません。実際に Wi-Fi モジュールの性能も大幅にアップしております。まずロムとラムに関しましては、これまでの4倍程度 1MB のメモリを搭載してまいります。またシリアルのインターフェースとしまして、 SDIO というより高速なインターフェースを搭載していることにより、よりビデオですとか、オーディオのストリーミングといったよりデータ容器の多いアプリケーションにもご採用いただけます。内部のコアもコアゼックス M3 という最新のコアを使用してますので、低消費電力というところにもさらに磨きがかかっております。これまでご紹介した製品の詳細に関しましては、株式会社アルティマまでお問い合わせください。